ひょっとこチャンネルへようこそ。2023年1月19日からネットフリックスで伊藤潤二マニアックが配信されました。本動画では配信されるエピソードの原作漫画を紹介します。アニメを見る前に漫画を読んでおきたい方、アニメが気に入ったので漫画を読みたい方に向けての動画となります。また当チャンネルでは原作者の伊藤潤二さんを紹介する動画を公開しています。もしよろしければそちらもご覧ください。本動画ではナンバー16から19までのエピソードの原作漫画を紹介します。原作漫画紹介は以上となります。それでは本編に入ります。いじめっ子。恋人のゆうたろうと公園を訪れた栗子。彼女は彼の結婚の申し込みを渋っている。それはこの公園にまつわるある出来事が原因だった。栗子は子供の頃この公園でよく遊んでいた。それは好きな男の子のゆうたろうと遊びたかったからだ。そこに母親に連れられた男の子直くんがやってきた。栗子はこの子と遊ぶように頼まれる。母親からお菓子をもらえることもあり、彼女は直くんと遊ぶようになる。毎日のように公園にやってくる直くん。お菓子をもらえるのは嬉しいが、栗子は雄太郎と遊べなくなってしまった。苛立ちから彼女は直くんにいたずらを始める。初めはちょっとしたいたずらだったが、徐々にエスカレートした。ついに彼は大怪我を負う。そしてそのまま一家は引っ越してしまった。栗子の過去を知った雄太郎だが、彼の気持ちは変わらない。しかし彼女の話には続きがあった。彼女は最近直くんと再会し、そして彼に告白されたというのだ。子供のちょっとしたいたずら心による残酷な行為、それがエスカレートしていくシーンはゾッとしました。本作は伊藤作品としては珍しいタイプで、怪異も起きませんし、化け物も登場しません。その代わり実に嫌な人が登場します。ほんの少し価値観が変化するだけで人は不気味な存在になってしまうのだと思いました。さて、直くんから告白を受けた栗子は交際を始めます。彼らは一体どうなるのでしょうか。路地裏、下宿に引っ越してきた石田。その下宿先には妙な箇所があった。不自然に高い塀があり、しかも上には有刺鉄線がついているのだ。その夜寝ようとしていると、外から子供の遊ぶ声がする。彼は子供を注意しようと窓から出て塀にしがみつく。しかし子供はどこにもいない。ある日石田が歩いていると男が声をかけてきた。その男は10年ほど前に石田と同じ家に下宿していたのだという。彼は石田にあの塀の中で殺人事件があったらしいと伝える。そして自分は3人の子供の遺体と彼らの霊が走り回るのを見たと。石田はあの男は自分をからかってるのだと高をくくる。しかし部屋の本棚を動かしたところ、そこに窓を発見した。その窓を覗き込むと塀に人型のシミが浮かび上がっていた。本作は他の作品と比べると起きる出来事が少し地味かもしれません。しかしここで描かれるのは日常のすぐ隣にある怪異です。奇妙な事件でない分、自分の身の回りでも起きるのではないか、そんな想像を働かせてしまいます。このような路地裏は実はすぐ近くにあるのかもしれません。首のない彫刻。美術部員の島田とるみ。
顧問の岡部先生が個展を開催するため、島田は彫刻の制作を手伝っていた。岡部先生の彫刻には首がないという特徴がある。それは、彫刻を見る人にその顔の表情を想像させるという狙いがあった。その日は、岡部先生の作業を石田が遅くまで手伝っているため、ルミは先に帰った。翌日、登校したルミは、岡部先生が何者かによって亡き者にされたことを知る。また、その遺体には首がなかったという。さらにその翌日、美術部員が忘れ物を取りに美術室を訪れた。そこは、誰もいないはずの教室だが、何者かの人影がある。ドアを開けたのは、亡くなったはずの岡部先生だった。古今東西、人型のモチーフをテーマにしたホラーは定番ですね。彫刻、人形、絵画など、多くの作品があります。マネキンを不気味と感じる人は本作の醍醐味を味わえるでしょう。さて、あらすじでは説明を省きましたが、実は、岡部先生の事件後、島田の様子が変化しました。夏なのに学ランを着て、マスクをつけています。果たして、彼は岡部先生の事件に関係あるのでしょうか。続きが気になる方は、漫画をチェックしてみてください。耳こすりする女。資産家の娘、真由美には奇妙な性質があった。どんな行動をするにも、他人に質問をしなければ自分から動けないのだ。父は真由美の世話係を雇ったが、皆耐えられずに辞めていった。ある日、世話係の面接に内田光という女性が現れた。彼女は、初日から真由美の質問攻めに的確に対応をする。仕事は順調で、1ヶ月以上も真由美の世話を続けた。嬉しい反面、父はある心配をする。異常な娘に耐えられている内田も、ある意味異常なのではないか、と。内田が真由美の世話を始めてから2ヶ月が過ぎた。今や彼女は、真由美の生活すべてに関わっている。それは1日16時間、絶え間なく指示を与えることを意味した。また、内田は指示を与えるだけでなく、真由美の危機を救うこともあった。真由美の散歩コースを彼女の指示で変更したことにより、交通事故から逃れたのだ。しかし、常軌を逸した仕事量のためか、内田の顔からは正気が失われていた。本作は伊藤潤二傑作集ではなく、間のかけらに収録されています。この本に収録されている七癖真神は凄まじいです。その名の通り、癖の強い人が大暴れする作品です。ホラーギャグ作品が好みの方はチェックしてみてください。話を本作に戻します。まずは、真由美のセリフの情報量を見てみましょう。彼女の狂気がうかがえますが、私は笑ってしまいました。瞬きしていい？はよく見ると2回聞いています。息していい？と聞いてますが、ダメ？と答えたら息をしなくなるのでしょうか。さて、やつれた姿で背後にピタリとつく内田は、幽霊のような雰囲気です。しかし、私が気味悪さを感じたのは、むしろ真由美の方でした。それは、真由美の存在にリアリティを感じたからです。ネット、SNS が普及した現在、膨大な量の意見があふれています。そして、それらの意見を鵜呑みにし、従ってしまう人がいます。内田のような人はいませんが、真由美のような人はきっとどこかにいるでしょう。さて、彼女たちの物語はどのような結末を迎えるのでしょうか。ラストでは、他人の指示に従い続ける人がたどる末路が描かれます。
伊藤潤二、マニアック、原作漫画紹介5本目は以上となります。また、当チャンネルでは富江のストーリー紹介シリーズを公開しています。興味がありましたらご視聴をお願いします。それでは、次の動画でお会いしましょう。ご視聴ありがとうございました。